はい、気ままな親父の趣味チャンネルです。このチャンネルでは北海道の北部の情報を中心に紹介していこうと思っております。今回の動画は旭川にありますうなぎ専門店についてです。皆さん、うなぎお好きですか？うなぎはかなり高価な食べ物ですので、なかなか食べることができないんですが、もちろん大好きです。こちらのお店はミシェランガイド北海道特別版でなんと一つ星を獲得されています。そんな絶品のうなぎ料理を食べることができるお店、うなぎ門脇を紹介したいと思います。最後までご視聴いただければ幸いです。旭川駅から歩行者天国の買い物公園を歩いていきます。奥野というファッションビルを左に曲がります。だいたい8分ぐらいで到着できるかと思います。場所的には旭川の飲み屋街三陸街の一角にあります。駐車場はありませんので、お車でお越しの際はコインパーキングをご利用ください。営業時間は11時半から14時、16時半から21時です。ただうなぎがなくなったり、お客さん次第で早まるようです。祝日は夜の時間のみ営業しているようです。お店に入るとうなぎとお米の産地が書いてありました。お邪魔した日はうなぎが宮崎産、お米は新潟産のコシヒカリでした。お店の中の様子です。テーブル席と奥にカウンター席がありました。雑誌や漫画が置いてありましたので、料理が来るまで時間つぶしができるかと思いました。福島の会津地方の郷土玩具であります赤べこが飾ってありました。またこちらのお店は日本の森を再生するためにコストはかかりますが、国産の間伐材の割り箸を使用しているようです。こちらのお店には芸能人のサインは飾っておりませんでした。お店の雰囲気を考えて飾っていないようです。ただ今メジャーリーグで大活躍されている大谷選手がファイターズ時代に来店されておりました。すごいですね。ランチメニューになります。ランチ時間だからといって特に安くなるわけではありません。うな重と中割り重は値段は同じです。中割り重はご飯、うなぎ、ご飯、うなぎになっています。反対にうな重はうなぎとご飯を分けていまして、食べるときにご飯の上に乗せて食べるスタイルとのことです。うなぎの量は一緒ですので、お好みで選択いただければと思います。ご飯の大盛りは税込み200円でできるそうです。私はうな重税込み3950円と肝節税込み900円を注文しました。ディナーメニューはうなぎ料理のコースや単品メニューがたくさんメニューがありました。うなぎ料理のコースは当日14時までに予約が必要ですので注意です。先ほどランチメニューに記載されていたドリンクメニューとほとんど変わらない感じでしたが、少し違うかもしれません。ご不明な点があればお店の方にご確認いただければと思います。うな重はご飯とうなぎが分かれていました。タレは山椒の横にありまして、自分でかけるスタイルでした。うなぎは関東風の焼き方だと思いますが、ふわっとしていながらも香ばしい焼き方でした。私は牛丼はつゆだく派ですので、タレをたくさんかけました。店員さんに気を使わずに好きなだけタレをかけられるのは最高ですね。このタレと新潟のコシヒカリだけでもいくらでも食べれそうな感じでしたが、うなぎも絶妙にマッチして本当に美味しかったです。うな重などはテイクアウトできるそうです。ただ容器代税込み100円が追加になるそうです。支払いですがクレジットカードは使えず現金のみになります。これで今回の動画は以上になります。今回紹介したうなぎ門脇は旭川でミシェラン一つ星を獲得した北海道を代表するうなぎ専門店です。旭川で美味しいうなぎが食べたいと思った際にぜひ訪れていただければと思います。今後も北海道の北部の情報を中心に紹介してまいりますので、チャンネル登録よろしくお願いします。